いいシュートセレクションでまずはここまで戦えていると解説をいただいています、はい、河村一人剥がした、自分で行った、レイアップ。やっぱ河村選手がもう、お、河村、島谷とのマッチアップ、スリーを放った河村、決める。これはすごい。まず牧さんもうなるこのスリーポイント、振り返っていきましょう。スイッチで決めました、ケビン・オリバー。いいディフェンスしてますよ、島谷のディフェンス。キング会はどうか、来ました、こちらも来る。やっぱ今日当たってるショーン・ロングのところ攻めてもいいと思います。なるほど。さあ一方の横浜、河村がスリーを放った、来るか、2本目来た、2本目来ました。そして、はい、ジャクソン、インサイドでボールを要求、ステップバックからのスリー、来るか、来た、見事。なんだ今のは、ステップバックからのスリー、河村に預けるスリーが来るか、来るか、来た、スリーが来る、4本目河村、はい、炸裂ですよ、このプレーですよ、こういうことを炸裂、炸裂ですね、スリー炸裂。いやー本当にチャールズ・ジャクソン、そして松下ゴール、ロングも来る、激しいショーディフェンス、ステップバックから今度はツーポイント、よく決めました。1対1です、櫻井との1対1、自分でいった、見事決めました、クロスオーバーからのアタックでした。さあその河村、橋本との注目のマッチアップ、スクリーンを使う、早い、自分でいったバックショット、よく来ました、バスケットカウント。このプレーです、見ていきましょう、ベースラインドライブからのバックショット、そうですね、おっと2本落としてしまった、はい、さあ早い河村、須藤のスリー、きた、2本連続ボタスということになった橋本です。河村のスリー、きた、今日5本目、これで33ポイント。河村から森、ツースリー継続、そして河村のスリー、きた、36ポイント、これでマンツーマンですね、マンツーマンですかね。河村だ、来た、ミドルレンジからシュート、決めた、2試合連続キャリアハイ更新。